エトナさん。ん？ラハールさんって、どうしてあんなに横暴なんでしょう？は？あんた何言ってんの？殿下の横暴なんて今に始まったことじゃないじゃん。そんなことありませんよ。エトナさんは気づいてないんですか？ラハールさんの感情が少しずつ変化してるのを。ようやくラハールさんも愛に目覚め始めたと思ったのですが。ははーん。だからさっき珍しく怒ってたのね。ええ。ま、悪魔なんてみんなあんなもんよ。妙な期待してるみたいだけど、悪魔に愛を求める方が無茶ってもんなんじゃないの？本当に、そうなのでしょうか。けど、殿下の場合は、ちょっと特別かもね。特別？そう。殿下のお母さん、つまり、私たちにとって王妃様だった人が、かなりの変わり者でね。ことあるごとに愛とか優しさを語るわけよ。それって、全然変じゃないですけど？私も王妃様は嫌いじゃなかったけど、人間だったからしょうがないんだろうね。人間？そう。魔女修行のために魔界へ来た人間だったんだよ。それを魔王様が一目惚れしちゃってね。でもって、挙句の果てにできたのがあの殿下ってわけ。へえ、そうだったんですか。王妃様がよく言ってたわ。悪魔にも愛はあるってね。特に、殿下には優しい子に育ってほしいからって、殿下が悪さするたびにお説教してたっけ。フロンちゃんって、王妃様に似てるのかもね。でも、そんなお母さんに育てられたのに、どうしてラハールさんは？死んじゃったのよ。え？昔、殿下がね、魔王様でも治せないような重い病気にかかったのよ。殿下を助ける方法は、一つしかなかった。それは、殿下を愛する者の命。それじゃあ。そう。王妃様は、魔王様が止めるのも聞かず、殿下のために自らの命を。それからだと思う。殿下が愛や優しさを憎むようになったのは。そんな。じゃあ、その憎しみが消えない限り、ラハールさんはずっと愛情を閉ざしたまま生きていかなければならないというのですか？だとしたら、そんなの悲しすぎます。そうかもね。でも、殿下だって好きで憎んでるわけじゃないと思うよ。憎しみを消したくても消せないだけなんじゃないかな。だから、今日のフロンちゃんの言葉、結構きつかったんじゃない？は？ま、あたしには関係ないけどね。Thank you.
Bye.
それ。